草原地方で一から進めていこうかな。パワーアップもあるし、その前にメンバーレベルはこっちと大体同じくらいか。ゆっくりか。カバンちゃんに比べたら強いね。 HP がこれだけあるのがいい。てか回復手段がないのはきついんだよ。なんで薬草とかその類ないの？ジャパリマはなぜないの？緑、まあ、これ確か MV 製だからこうやってマウスでもいけるね。まあ俺はキーボード操作でいっちゃうけど、パッドでもいいけど。えい、やっぱ食らうダメージがでかいよな。これやっぱ硬いやつとか HP 高いやつとかで固めていかないときついゲームなのかもしれない。ごめんカバンちゃん、もしかしたらリストラされるフレンズかもしれん。お、やった、全員のレベルが上がるんだ、それはいいね。ニュースキル、カバンは発想力を燃えた。へー、発想力、自分以外の味方のフレンズ、自分以外か。攻撃力アップ中。スーパーシールド、これは一体誰にでもいけるってことか。とりあえずこれでいくか。これレベルアップでしょ。あー、どうしようね。サーバルちゃんいくか、それとも悩ましいが、白サイ帰って残しておいた方がいいかな。でボス戦とかで進めなかったら誰かに突っ込んであげるとか。まあいっか、道中の敵も楽に倒したいし。パワーアップパワーアップ。ツチノコが死ぬ、危ない。フラワー、フラワーってよりかツリーに見えるんだが、スキルも使わずどんどん進めちゃうぞ。そろそろ使おうかな。野蛮な苦労、いいね。死んでもちゃんと経験値が入るから、その点安心だから突っ込んでも心配ない。あれ、間違えて当たっちゃった、当たっちゃった、手がまた入っちゃったか。じゃあ改めて3へ。バトル2回ってあったね。その代わり強い敵が出てくるのか。ここはそうでもないね。あ、力試してんな、やばいな、大ダメージ来ちゃうか。よし、その前に倒しきる。バトル2、まあ、そんな強い敵じゃない。コケ落としか、間違えた。俺はビームを打ちたかったんだ。やっぱ柔らかい子があっという間に死にそうになるからきついな。それを補う圧倒的な攻撃力とかありゃいいけど、ツチノコはまあそこそこ高いけど、あと全体攻撃もできるけどね、心配になるね。お、レベルアップ、単にレベルが足りないのか。パワーアップ、レベル上げたい。うーん、じゃあサバリ行こうか。お、ボスちゃんオーロックス、違うか、ヘラチカか、これは。うーん、またライオンちゃんたちと戦いをしてるんだね。あ、オーロックスか。ヘラジカは、どういうデザインだったかな。ジャンプしちゃおう。えい、狙う、狙われたらじゃあガードしとく。よしよし、ジャンプの方は攻撃力高いか、それともサバナクロウ2ターン行った方がいいかな。お、強い。あ、ここ美味しいじゃん。あ、でもイベント戦だから2回できないのかな。わー、よかったよ。
ヘトヘトです。カバンちゃん何もしてないよ。お前たち知らぬ間に随分と強くなったな。それで私に何か話があるようだが、実は伝説のジャパリマンを探しているんです。一緒に探しに行こうよ。それは面白そうだな。お、私も付き合おうじゃないか。やった、仲間になった。ニューフレンズ。オーロックス。オーロックスってもう絶滅してるんだっけ。圧倒的な殲滅力を持つフレンズ。攻撃型のスキルを2つ持ち、どちらも使用することで威力が高まる。どちらもかな。うん、じゃあ3回目以降はアースプレイクが追加発動。この防御って守備力自体がもうそもそも設定されてないんだよな。じゃあ土の子外してと、5先に行こう。バトル数少ないのは助かる。レベルを上げれば他のキャラもある程度耐えられるようになるかな。序盤ゆえの HP の少なさっていうところもきついんだろうけど、メタルオーバーアタック、いいね。あ、おいしい経験値。ここニュースキル、オロックスはグランドプレスを覚えた。種付けプレス、3回目以降はサウザンアタックが追加発動。へえ。あ、ここオーロックスとのバトルもできるんだ。あ、じゃあここ2面は経験値稼ぎがやりやすそうだね。草原地方。わあ、4ウェーブもある。敵に攻撃させないように。その前に、ターンが来る前にやっつけておきたい。ここはさすがに、あ、でも力ためだから助かった。3回目っていうのはやっぱ1ウェーブにつきだろうな。よし、オーロックスなんかスキル使っちゃってもよかったな。クラッシャー、あー、キーボードクラッシャーが痛い。どっち使ってみよう。グランドプレス、あんま変わらんかな。何回も使うことによりって感じだな。ジャンプするとそのいないところにもターゲッティングしてくれることがあるから、そのおかげで普通に回避としても使える。浮上の盾、味方フレンズ全てに弱化効果を無効化するバリア。そっか、弱体無効か。なんかそういうデバフかけてくるやつが結構出てくるのかね。メタル、別に経験値が美味しいわけではない。痛い。結局行動させてしまった。3分の3。グランド硬い、緑。あ、ちょっと残った、いやらしい。いいね、サクサクレベル上がるようになった。パワーアップ、誰行こうかね。サーバル、もう何も考えずに行こう。じゃあオロクス、白菜は使えそうだな、しばらく。やっぱ防御が高いやつ、 HP も高いやつは重宝するに違いない。
バトル3まであったっけ。あるね。緑色のクラッシャー、パニッシャーか。で追加効果発動。よしよし、強いな。でボスがライオンか。この先には大将が待っているぞ。ジャパニマン探しに誘うならまずは戦いに勝つことだな。あ、じゃあサーバルちゃん外してライオンになるかな。ライオン様強敵ですよ。僕たちで勝てるでしょうか。平気だよ、オーロックスちゃんにも勝てた。だからなんとかなるよ。まあカバンちゃんは戦わないけどな。1ウェーブってのが助かる。あー、ライオンかわいい。シールド貼っといた方がいいかな。じゃあグランドプラスでプレスか。よしよし、サバルグランドプレス。いいジャンプ。変な攻撃してこないね、特に。サウザンアタック、いいね。サバナクロー、お、いいダメージ。野生解放してきた。能力は上がんのかな。その前に倒しちゃったけど。とっととや野生解放するのですって言われてるのにしないから、もうお前たちやるね。オーロックスもいたとはいえまさか負けちゃうなんて。ライオンちゃんも伝説のジャパリマン探しに行こうよ。しょうがないな、みんなその気みたいだし。面白そうだから行ってあげる。やったー。草原地方はサクッと割れてよかったね。というか味方が強くなったからかな。違う、柔らかすぎたんだ最初の3人が。百獣の王を名乗るフレンズだが、その性格は極めて緩い。しかしその身には秘められた本当の力があると言われている。さっきの野生解放からしい。うちの子に手出すんじゃねえぞのあのくだり好き。お、助手。あ、てか、ん、おすすめおすすめってあるけど何これ。なんだそれ、おすすめに沿った方がいいのかな。つまり伝説のジャパリマンを探しているということなのですね。はい、ここまで来れば何かわかるかと思ったんですが、確かに賢い私たちには伝説のジャパリマンについても知ってるですよ。本当ですか。本当にござるか。あ、でも察しがいいなのです。知りたいというなら条件があるのです。もしかしてまたお料理ですか。はい、それに近い話なのです。細かいことは長くなるので歩きながらお話しするなのですよ。お、仲間なの。はい、物分かりが良くて助かるのです。やった、助手。なんで正式名称で書かなかったの。敵の強化効果を消し去る不思議なスキルを持っている。そんなにバフかけてくるやついいのかね。メンバー一気に増えたね。ライオン、スピードは普通か。ステータスはサーバルと一緒だね。単体攻撃を回避。これはなんだ、カウンター的に発動するのかな。2回っていうのは回避、つけておくと2回回避できるのか。助手か。てか HP 高えな。土の子やカバンちゃん低い。じゃあちょっとライオンと主役級はみんな消えた。